皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1989年公開の、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2。現代、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2。監督はロバート・ゼメキス。脚本はボブ・ゲイル。主な出演は、マイケル・ジェイ・フォックス、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、など。未来から来た毒は、マーティーと恋人ジェニファーをタイムマシンのデロリアンに乗せて、有無を言わせず2015年へと連れて行く。目的は、二人の間で生まれた息子が起こすことになる事件を未然に防ぐことだった。なんとか息子を守ることができ、1985年に戻ったマーティーたち。しかし、2015年のある出来事が作用して元の1985年とは全く違った世界に変わっていた。というストーリー。前作のラストシーン直後から物語が始まる続編。未来を変えて現代に戻ったら、今度は現代が変わっていて、それを直すためにツは過去を変えに行くという、ちょっとややこしい展開。でも脚本がよく練られているので、混乱せずに見ることができる。本作を見たら、次の3を水にはいられない。ということで、評価は。サムさん。